前回のあらすじ。金庫賞っていうね、G2 が開催されるんですよ。ちょっとマジで当てたいと思います。合計8400円投資。家賃のために貯めていたお金を切り崩してます。ちょ、赤い糸来た、赤い糸来た。赤い糸来た。来た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 。ワイド的中いたしました。15倍。1万5000円です。ボートやります。いやー、ガマゴーリ11これ。今ね、スタート展示ってやつ見てるんですけど、深水のスタート展示めっちゃいいっすね。あ、まあ森田俊介選手はほぼ逃げ切るんですけど、深水選手が良すぎるな。中野夢斗選手はちょっと厳しいかなと思います。船足的にね。村谷選手の2コースはでも買いたいよな。中野夢斗選手は買いません。はい。岩永選手と北山選手だけ買いたいな。1-2-3-2-3だけっていうのもありっすね。この気力的に。あと4分しかないんで、上水選手の、倉谷選手を潰した時だけのやつ、押さえで。13456っすね。買っときますか。13456。安いな。どう頑張ってもこれ123と132だろ、もう。花粉症うっとうしいな。はい。ガマゴール11です。買いました。123、132。3300円ずつ。2点。本命。ただね、もうここしか見えないんですよ、もう。船足がね、もう森田選手は逃げるんですけど、倉谷選手と深水選手の船足が他と違いすぎます。まもなくレーススタートになりますんで。もうそこしか、123と132だけなんで皆さん。ね、ボートわからない人ももうわかりやすいです、これ。2点しか買ってないんで。倉谷選手を粘ってくれ。頼む、マジで頼む。ここほんと重要よ。スタート遅れないでよ。スタート遅れないでよ。OK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 。それでいい。それでいい。深水選手、外も普通に回ってくれ。頼む、普通に回ってくれ。倉谷選手、握った。ああ、やばい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 。中野選手はいらん、中野選手はいらん。やばい、やばい、やばい、やばい。倉谷選手、握らんでええって。ああ、刺したら終わる。刺したら終わるよ、これ。絶対終わる。刺したら終わる。やばい、やばい、まだわからん、まだわからんけど。おーい、握ったらダメだって。これはまずいね。だいぶまずいです、これは。まだわからんよ、まだわからんよ。一応4番手なんでね。絞られたら終わりっす。絞られたら終わり。絞れるよね。それ絞るよね。ここで暴れてくれ。まだわからん、まだわからん。追い上げては来てる。追い上げては来てる。まだわからんよ、これは。それでいい、それでいい。あー、無理、これは無理。これは無理だ。こんな差開いたら無理だ。最後、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 たらめった。なんも文句言えないっす。うん。明日パチンコ行くか。うん。